Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーズの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ホードモード Z アップデートの内容を解説ということでね、来ましたよ、いよいよ来ました。ホードモード Z のね、実装ということで皆様盛り上がってると思うんですけれども、私も超盛り上がっております。 PS4 版もね、日本語版の方も1日ずれてるけど、ほとんど同時にアップデートというね、素晴らしい神アップデートということですね。で、今回の内容ですけれども、本来シーズン2は2つのアップデートに分かれるはずだったんだけど、今回で3つに分かれるみたいですね。で、今回入ったのは真ん中の2つ目のアップデート、ホードモード Z ということです。今日は公式から発表されてるね、このアップデートの内容を紹介していきたいと思います。で、何が入ったかというと、ホードモードの追加、そして新ゾンビボマーの追加、で、新課金武器が4種類追加と、要するにこの3つが大きく入ってると。いうことなんですね。どれもめちゃくちゃ熱いんだけれども、これとは別にちょっと気になるね、パッチとか修正が入ってるんで、それもね、詳しく全部説明していけたらななんて思います。いや、ホードモードね、やってみましたけど、みんなもやってると思うけど、すっごい面白いですね。これはもうなんか新しいゲームみたいになってますよね。ワールドウォーズ持ってない人もこれから買ってホードモードやっても、いきなりやってもね、これ面白いと思うすっごい面白い。ホードモードでよし、今度こそ30ウェーブ超えるぞって目標にストーリーの方をやり込んでったっていいし、プレスティージ回してったっていいしみたいな感じですよね。これはもうまさにね、今までのワールドウォーズ Z で欲しかった機能の一つかもしれない、うん。で、これとは別に3つ目のアップデート、最後のねシーズン2のアップデートがちゃんとこの予定表に書かれていて、3つ目のアップデートではクロスプレイとか無料の新しいアクセサリーとか、新しいキャラクターのスキン、かなり格好が変わるんだろうね。イーサンとかどうなるか分かんないよねあのキノコハットとかがどうなるのかな、楽しみだけどね。そういうのが年明けの1月上旬に入る予定だそうです。いよいよクロスプレイが来ますよ。クロスプレイが来たらやばいね、これどうなるか楽しみだね。まあ、とりあえずね、公式から予告編、ホードモード Z の予告編が出てますので、ね、日本語字幕つけましたんで一緒に見ていきましょう。それでは予告編スタート。Hi everyone, I'm Oliver, Creative Director at Saber Interactive. Season 2 is well underway, and I'm delighted to introduce the next batch of free content. The Horde Mode Z update. You asked for it, and we've worked hard to deliver something we're sure will see you and your squad coming back time and time again. The cooperative Horde Mode Z sees you fighting off endless, increasingly more difficult waves of zombies. Over the course of a match, you and your squad will earn resources vital for survival.These resources can be spent on a randomized weapon pool, upgrades for the tier of weapon you can buy, heavy weapons, medkits, equipment bags, and defense kits. Every wave has a side objective. Achieving that objective grants extra resources for bolstering your team's defense. If you explore fast, you can also find some free pickups available scattered around the environment after successfully clearing a wave. In addition, military crates are hidden around the map, granting bonus resources when opened with a breaching charge.Horde Mode Z isn't the only free addition to look forward to. We've added an all-new special zombie type with an explosive twist. The bomber is the unfortunate result of when an explosives expert undergoes zombification. This new zombie is particularly special, raising the stakes by offering bonus loot. To avoid blowing up the bomber, you and your team must surgically take it down with precise limb shots. From there, you can quickly defuse the ticking bombs and earn valuable loot to aid you in your mission.This free content is also joined by our latest paid DLC, offering 4 unique weapon variants and a special skin to take down Zeds in style. World War Z's Season 2 journey isn't over just yet. We're bringing crossplay support and more free cosmetics in the third and final update of the season. Beyond that, we have some more exciting news to announce soon. See you next time.いや、来たー、ボマー、ボマー、ボマーだよね。もう、ボマーって感じだよね。いやー、これはやばいわ。ボマーは手足を攻撃することでバタンって倒れるんで、そこでね、近接攻撃をすると、特殊なアイテムがもらえると。まあ、ヘビーウェポンとかメディキットとかはもらえますね。じゃあ、公式からね、発表されてるアップデートの内容を紹介していきましょう。
まず新要素ホードモードの追加、これはもう今言ってきた通りですよね。そして全てのマップ難易度に新ゾンビボマーが追加されると、まあ、これは特殊ゾンビが出てるところならボマーが必ず出てくるようになりますよっていう話ですよね。いやボマーね楽しいですよ本当にチャラーってすぐ爆発するから面白いですね。ああ死んだみたいな感じですよね。で特殊部隊スキンの武器を追加、これ課金武器のことだと思うんですけれども、よくわかんないけどシーズンパスで購入してる人にも採用されるみたいに書いてありますね。 Xbox の話かな、これ何の話かちょっとわかんないんだけど、できました。一部のミューテーターを使うと経験値と報酬が減少するように修正しました。これね来たね経験値とお金もらえるやつがね減るみたいですよ。だから多分ダイハードとか特殊ゾンビが出なくなるやつとか、あとはルーターとかかな、あのアイテムが勝手にもらえるようになるやつみたいな、あの辺とにかく経験値稼ぎで紹介している自分たちが有利になるミューテーター、あれはきっと全部対象になってると思う、私の予想まあしょうがないよねとは思うんだけれども、うん、まあこれでねまた野良の方に出てくる理由が出てくるからねまあでもソロでエクストリームで一気にレベル上げしようという方法がもう今後は効かなくなってくるって話になるんでしょうね。いやーちょっと、まあ、レベル上げ終わっちゃったけど私、でもこれからのアップデートでさらにね上限が取っ払われて9999まで変な話上げられるってなったらきっとやりたくなるからねみたいなで4つ目がフレアガンが武器として追加されるということですね。だからダブルバレルショットガンとかリボルバーみたいな感じでフレアガンがポンってこれからね落ちてるようになると。今まではニューヨーク4面でしか使えなかったんだけれども他の面でもね出てくるようになるということみたいです。であれフレアガン実は武器としてねもう使えることを知ってる人はいっぱいいると思うんだけど武器にはなるんだよね。だから新武器が4種類じゃなくて5種類追加といえば追加なんだよね。このフレアガン、フレアガンも実は追加されているということになると思います。で目新しいから使ってるんだけどあんまりやっぱ効果的ではないかなって気がするね。ダブルバレルとかリボルバーとかそれこそまあもちろんグレネードとかの方がよっぽど強いかなみたいな印象だからまあだからね大々的に新武器としてフレアガン追加とは言わないんだろうけどみたいな感じだけどね。私もねホードモードやってる時に途中で入ってきたレベルが10ぐらいのなんかよく分かってないのかなって感じの子があのフレアガン手に入れてパン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 打ってんだけど、君は何をやってるんだみたいな感じでみんなに注意されてたけどねまあだからホードモードでねフレアガンあんまり効果ないからあんま使わない方がいいんじゃないかなみたいなね感じですよね。気をつけた方がいいかもしれない、うん。でその他にもマイナーなね修正とかが入っていて AI ボットとか敵のね AI の修正が入ってるんですけれども、一つはスクリーマーが攻撃しに来ないバグがあったらしいんですけれども、あのずっと遠くでギャーって叫んでる、である程度時間が経つとスクリーマーあの主人公たちの方にわーって寄ってきて攻撃し始めたりとか、スクリーマーの近くに行くとスクリーマーが攻撃したりとかあるんだけど、それがないバグを修正しましたよみたいな感じに書いてありますね。でもう一つはボットが遠くのインフェクターを殺しに行かないように修正が入りましたと。これ嬉しいこれ嬉しいよね、地味に嬉しい。実はあの遠くでインフェクター打つとパタって倒れた時にボットがスススーって行くんだよね。ずっと遥か彼方なあのウェーブのど真ん中だろうがなんだろうがスススーって行っちゃうんだよね。あれを遠くだった場合は行かないようにしましたと。近くだったら行くと、倒れた時にズバッとやりに行くみたいな感じですけれどもね、これは嬉しい、これはね嬉しい修正だと思う、うん。でパークスキルの方なんですけれども、ヘルレイザーのテクニシャンというスキル、これが何かが増えないんだけれどもそれが増えるように修正しました。ちょっとヘルレイザー使ってないからテクニシャンがどういうスキルか覚えてないんだけどとにかくそこが修正入ったということみたいですね。あとプレスティージパークで弾薬数が増えずに減るように修正しました。これもよくわかんないんだけど、何かのスキルがとにかくちゃんと反映されなかったのを反映するようにしたとか、変な方に行っちゃったのをあの元に戻しましたよってことだとは思いますね、うん。まあ、この辺はマイナーなアップデートじゃないかなと思うんですけれども、一番多分はっきり変化がわかるのはあれだよね、ボットがインフェクターにスススススって行っちゃうのがだいぶ近くじゃないと行かなくなるってやつじゃないのかなと思うんだこれはありがたいと思うね、うん、ありがとうって感じだけど、まあ、どれもありがとうだよね、どれもありがたい、うん、ちゃんと修正してくれるのはありがたいって感じですよね。で他にはかなりマイナーな修正なんだけれども、表示、画面の表示がね修正されております。で私が気づいた限りだとリスポーンまでの時間、倒れちゃって死んじゃった人のリスポーンまでの時間がね名前の横に出るようになってましたね。いやこれはね便利だなと思って、うん、だって毎回みんなタイプしてんだよねこれ、あのパッ PC 版の場合は、 PS4 版の場合はどうしてるか知らないんだけど、これがねあの名前の横に出るようになったんで、あのいちいち見なくても分かるということになってましたね。
で、あとはクラッシュのバグね、いろんなところでクラッシュしちゃうバグ、あの PS4 版特に大きいねクラッシュバグが、うん、PC 版はそこまで私会ったことないんだけど、実はバグ、あとは進行不能になっちゃうバグ、エレベーターが動かないとか、なんかいろいろあったやつは報告されてるやつをフィックスしましたよということみたいです。いや、ワールドウォー Z すごいですね。発売してもう7ヶ月以上経ってるのに、未だにちゃんと調整とかフィックスとかね、大型アップデートとかを定期的に、こう、しかも無料で、ほとんど無料で入れてくれると嬉しいですよね。まあ、課金武器あるけど、まあ、課金してくれる人はこのアップデートにね、課金してみてみたいな感じだよね。うん。これサービスで買ってくださいみたいな、あの、無理強いはしませんけど、みたいな、良かった人は課金してみてみたいな感じだよね。この辺もすごいなと思いますね。で、最後のパッチなんですけれども、最後はジェネラルフィックスで、ミューテーターで弾薬がおかしくなるのを修正しましたと。どれのことかちょっとわからないんだけど、私も。まあ、ミューテーター入れたことで弾薬数が変わるはずなのに変わんないみたいなやつをね、修正したってことだと思いますね。で、火炎放射器で武器を持ち替えても、敵が、燃えてる敵がね、火が消えないように修正しましたみたいに書いてありますね。あ、私知らなかったんだけど、火炎放射器で燃やした後、ファッて武器持ち帰ると敵が燃えてるのが元に戻っちゃうのかな。これバグだったみたいですね。それが修正されましたということみたいです。で、ミューテーターが保存されないバグを修正したって書いてあるんだけど、どういうことかちょっとわからないんだけど、もしかしたらミューテーターを出撃のたんびに変えなきゃいけなかった、あのリセットされちゃうやつがね、保存されるようになったのかなとか、なんかちょっとわかんない、どういうことかよくわからないこの辺がわかんないんだけど、保存、そう書いてありますね、とにかく。で、次がちょっと私的にかなりがっかりなんだけど、スナイパーライフルの音が減少されているそうです。あの、最強スナイパーライフルのことだと思うんだけどね、あれ好きだったんだけどな、パー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 みたいなやつ、あれがやっぱりね、サイレンサーついてるのにうるせえだろみたいなことになったんだろうねちょっとね、がっかりなんだけどね、小さくなったということみたいです。で、最後がマーカーが出る時の音を調整、 SFX 設定で変わるように修正されたということらしいんですけれども、ちょっとよくわかんないんだけど、あのティリリリリリって出てくるやつのことかな、なんかあの次の作戦指令みたいの、あれが出てきた時なのか、なんかマーカーをヒットした時っていうからよくわかんない、でも なんかがとにかくね音が変えられるようになったということみたいですね。まあ、今回のねアップデートに関して公式からの発表はこれで全部となっております。いや、ホードモードね、面白いですね。私も早くやりたいね、もっとみんなとこの動画とは別にね、ホードモードの攻略動画も上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますのでね、よろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きボーマーライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。